こんにちは。なんかコロナの予備費の11兆円ですかこれが何に使われたか分かんないみたいですよねなんか結局その雑誌社とかね我々みたいなインフルエンサーの方がこういうことに気づく操作能力っていうのは高いんですよねきっとねで野党の皆さんは私たちの取材の結果をもって国会で与党を追及してますけどもちょっとは役に立ってもらいたいなと思いますよね